あれ、なんだか物がだいぶ減ってないか。よく帰ってきてくれた。疑問が山のようにあるのは承知している。だがまずはアビスの力の残留を処理しよう。影響が出ないとも限らない。クイク、診療を。無事に帰ってきてくれて本当に良かったわ。エンジン様から話を聞いてすぐここに駆けつけたのよ。さ、皆さん座ってちょうだい。一人ずつ見ていくから。よし、これでもう大丈夫なはずよ。でも念のため数日したらもう一度検査を受けてね。ただこちらの旅人さんみたいなのは私も聞いたことがないわ。まるでアビスの力に完全な抗体を持ってるみたい。こいつって昔からちょっと特別なんだ。アビスの力を浄化するのも得意なんだぜ。あれ、そういえばオイラもアビスの影響を受けてないな。今の状況ではその能力は大いに役立つ。じゃあ私はこれで失礼します。他の患者さんが待っていますので。ありがとうクイ君。いいわよ、考え方に違いはあるけどお互い悪気はないんだもの。今は時間に任せましょう。いつかきっと分かり合えるわ。あ、ふん、話題は多岐にわたるがどれから始めるべきか。そうだ、君たちも見たな、八神の国のあの惨状を。率直に言おう、ナタの滅びが目前に迫っている。余命は一年にも満たない。はあ、え、嘘ですよね。これは事実だ。このことを知るのは救国の計画に参加する一部の者だけとなっている。先ほど言った余命、つまり滅びへのカウントダウンが始まったのは最近ではない。500年前のアビスの災いから続くものだ。それならモアラニからも聞いたけど。ああ、当時全ての国がアビスの侵攻を受けていた。ナタは元来他国が持つような安定した堅固な地脈を有していない。故に状況は最も深刻でな。あれは長くあまりに凄惨な戦いだった。命と文明を犠牲にし、ナタはようやく勝利をつかんだのだ。我々はその後さらに数百年もの時間をかけてアビスがもたらす災厄を払った。今日の平和はそうして築かれたのだ。しかしその勝利は表面上のものに過ぎない。アビスの力は今も消えておらず、ただ地下へと追いやっただけだ。そうだったんだ。八神の国の問題はさらに一筋縄ではいかない。なぜならあそこはまさにナタの地脈のような存在だからだ。当時の計算で八神の国が完全にアビス化するまで最大で500年かかると導き出された。しかしその頃にはすでに多くのナタ人が家と家族を失い荒野をさまよっていたのだ。彼らは勝利を信じることを放棄し、未来に目を向けることもやめてしまっていた。文明は消えかけ、信仰は崩れ去り、大霊の力も枯渇寸前にまで追い詰められた。このままではナタを再び一つにしない限りアビスを倒すことなど夢のまた夢。そこで神と各部族の英雄たちは長い議論の末、ナタを救うための500年にわたる大規模な計画を立てたのだ。そうだったんですね。カチーナちゃんと合流できた後、私は自分のものではない記憶を見たことのない存在から受け取りました。その中にまさに今おっしゃった計画がありました。どうやら私はその計画の重要な一人に選ばれたということですね。
でも一つだけ理解のできないことがあります。どうしてその記憶の中で見たエンジン様もあなただったのでしょうか。なんだって、エンジンって人間だろ。そんな長い時間生きられるわけないぞ。ああ、その疑問は正しい。人間にとって最も越えがたい壁は時間、あるいは寿命という概念だ。しかし魔人であれば、一部の神通力や呪いによってその命を伸ばすこともできる。だがナタにそのような存在がいないのも周知の事実だ。故に我々は己の知恵をもって切り抜けるほかなかった。生命とはいつか燃え尽きる炎のようなものだ。500年前、私はこの命を聖火に託した。過去に一度死を迎えたが故に再び蘇ることができる。つまり簡単に言うと、二度目の命ということでしょうか。ああ、当時各部族が団結していたからこそアビスを退けることができたのだ。500年後のナタがアビスと戦える力を持つためには、次のエンジンが滅びた各部族を復興させる必要があった。そして部族が復興すれば、人々は再び集まり、その部族の大霊も力を取り戻すことができる。完全に復興した証として大霊は一人の英雄を選ぶ。それは部族が戦争の準備を終えたことを意味する。まさに500年前、偉大なる英雄たちが私のもとに集まった時と同じようにな。つまり私がその英雄ってことですか。ああ、君が持つ古名は500年前に龍戦の州を代表していた戦士と同じものだ。その意味は団結。八神の国での冒険を経たことで、君はきっとこの古名の意味を完全に理解したことだろう。ってことは、お前は最初から大霊が誰を選ぶのか知ってたのか。そうだ。当初の計画であれば、私が蘇った頃には全ての部族が復興を遂げているはずだった。しかし思わぬ事態が起きた。6人の英雄は確かに500年前の6つの古名を手にしていたが、計画に関する情報を誰も受け継いでいなかったのだよ。その原因は同じく八神の国の汚染にある。聖火と大霊間の疎通が阻まれてしまっていたためだ。反魂の歌でカチーナを連れ戻せなかったのもそれが原因だった。ああ、これもアビスの策略の一つだ。知恵こそ持たないが、昔から実に厄介な相手だからな。その計画を再び巡らすには私一人だけでは足りない。古名の所有者もその古名と同じ覚悟を示さなければならないのだ。そう悟った時から私はその6人を支援しようと決めた。現在小玉の子のシロネン、かがり木の民のキーニチ、それから北条の国のイアンサが認められている。そしてこたびの件を経て、ムアラに君も無事大霊に認められ、古名に刻まれた古の英雄の記憶を手に入れた。でももう1年もないんだろ。そうだ。だが仕方がないのだよ。英雄が集まらない以上、計画を始動させる条件も揃わない。切迫した状況であるにもかかわらず、依然として行動に移せないのはこのためだ。エンジン様はそれをご存知だったのに、どうして私に教えてくださらなかったんですか。直接言った方がずっと早いと思いますが。確かにそうかもしれないが、逆効果になる可能性も否めない。先に己の使命を知ってしまえば、潜在能力を引き出せなくなる恐れがある。カチーナの救出を例にしよう。君を突き動かしていたのは誰かに与えられた使命などではなく、君自身の強い意志であってほしかったのだ。つまり残りの2人が誰なのかもエンジン様は教えるつもりがないということですね。ああ、その者たちの契機はまだ訪れていない。事前にプレッシャーを与えても邪魔にしかならないだろう。大霊の目利きを信じるしかないな。
私一人でこの危機を乗り越えようなどとは一度も思ったことはない。信じ頼ることを選んだからこそ計画を今の段階まで進めることができた。ナタを救えるのは神でも特定の誰かでもない、我々だ。君は実に鋭いな。悟られないうちに話題を進めようと思っていたのだが。そうだ、ここにあったものはどこ行ったんだ？さっきから気になってたんだけど。君たちが八神の国から無事帰還できるよう、完全に力を失った私には何かしら手段が必要だった。何せあのような危険を冒すことを勧めたのは私であり、そしてムアラにも肝心な英雄の一人だったからな。ここにあるものは単なる記念品などではない。その本質は燃料という役割の方が大きいのだ。燃料？あ、だからあの時エンジン様は。ああ、記念品に込められた物語は確かに大切なものだが、もっと重要な共通点がある。どれも英雄たちが肌身離さず持っていたという点だ。そういったものには持ち主が戦っていた時の核蓄の炎がいくらか宿っている。当然ながらその力は限られたものではあるが、だが塵も積もれば山となるというように、いざという時には役立つものだ。先ほどはそれらを燃やすことで核蓄の炎を生み出し、それを利用して2つの世界の境界線をつなげたのだ。ただ極めて乱暴なやり方なため、見ての通り力は一瞬にして尽きてしまった。でもあれってどれも大切なものなんだろ？それぞれにちゃんと物語があったのに。はあ、だからあんたたちをここまで連れてきたんだ。エンジン様に極力使わせたくない力だってことをみんなに知ってもらいたかったからな。エンジン様、本当に申し訳ありません。私のことは気にするな。それに大礼のトーテムポールを救ってくれたのは幸いとも言える。でなければ八神の国のあのエリアは今頃アビスの手に落ちていただろうからな。もしそうなれば児玉の子に災いがすぐにでも降りかかっていた。英雄たちがここにあるものを私や他のエンジンに託した時、彼らはそれがナタを救う力となることを望んでいたはずだ。あれらのものが最終的にナタの英雄たちを救ったと知ればきっと皆喜ぶだろう。それでもやっぱり胸のあたりがチクチクします。そう感じる必要はない。前に話した時間の話はまだ覚えているか？我々は何かを失ったわけではないのだ。過去の人々や物語はただ形を変えて今も我々のすぐ近くにいる。それでも負い目を感じるのであれば、その胸の痛みをバネにナタのために戦うといい。君たちの物語はまた新たな伝説となり、新しい力を生み出す源となる。ここにかつて置かれていたもののようにな。でも助けてもらったわけだし、やっぱり何かお返しがしたいぞ。そういうことなら酒でも振る舞ってくれればいい。カチーナが無事に帰ってきたことを祝う宴を開くつもりだ。余順者の戦争の凱旋を祝うとしよう。君たちをねぎらうと同時に疑っていた者たちを黙らせることもできる。ナタに危機が迫ってることを知ったのに楽しめるでしょうか？そう思うな。焦りは判断を鈍らせるだけだ。いかなる時も平常心を保っておくといい。さあ行くといい。私もすぐ向かおう。小さい頃から
温泉の近くに座って戦士たちの物語を聞くのが好きだった。湯の中を人が行ったり来たりして、部族に関係なくみんなが友人だった。温泉は決して龍泉の衆だけのものじゃない。戦友たちをつなぐ絆なの。部族の子供たちがどんどん成長していく姿を見れて本当に嬉しい。私も温泉の本当の意味を少しずつ理解できるようになったわ。青春や活力、情熱にあふれている。なんて元気で、なんて憧れる存在。たとえその子たちが問題を起こしても、心の中の怒りは一瞬にして慈愛と寛容へと変わるわ。本当に不思議。ムアラニが大きくなったらきっと立派な戦士になるでしょうね。あの子には無限の可能性が秘められてる。私にはわかるわ。いつか私の力が衰えて戦場に出られなくなったら、ここに戻ってきて、あの子に、そしてもっともっと幼い子に物語を聞かせてあげたい。あんたもしっかり演じをやってね。だってそっちの方が語れる物語も増えるでしょ。空は暗く、部族は散り散りの中、遠い未来の勝利を約束されるとはな。あの狡猾な敵たちと幾度も刃を交えていなければ、とてもじゃないが、君の用心深さを理解できなかったろう。我が怒りは静まることなく、我が力はもう君のために振るわれない。それでも君は俺に会いに来た。きっとたった一言で俺を説得できると知っているからだろう。分かった。今の英雄が血と炎で道を切り開く。だから俺の分まで勝ち取れ。出なければ昔の借りを含めてまとめて返してもらうぞ。ナタのために。つまりお姉ちゃんは500年後の未来に行って円陣の責務を果たす必要があるってことだよね。じゃあ今のお姉ちゃんはどうなるの？お姉ちゃんの人生はこれでおしまいってこと？それを聞いても答えられないでしょ。もう決まったことなら私たちは全力で支えてあげないと。安心してちょうだい。部族復興のために私たちも全ての力を捧げるわ。私たちはみんなナタの未来のために身を粉にしてる。ただ存在する時間が違うってだけよ。うん、お母さんの言う通りだね。私たちはもちろんお姉ちゃんのことを一番応援してるよ。もうこんな時に限ってなんでお父さんはいないのかな。何を言えばいいかわからないから、いっそ来ないことにしたのよ。きっとお父さんのことは放っておきなさい。ああいう人だから。未来がどうなっても私たちがあなたを愛していることを忘れないでちょうだいね。
しに行くからね。その時代まで生きられないのは分かってるけど、なんとかするつもり。きっとあると思うの。500年後に再会する方法が。それを見つけてみせるから。だから絶対私のこと忘れないでね。エンジン様がそうおっしゃるのなら全身全霊をもって支援いたしましょう。子供たちもこのような美しい太陽が見られますように。あなたのために。我々は一人で戦ったりしない。ルールは我が遺産であり、次の災厄に対抗するための力でもある。戦争は六大部族を鍛え上げ、戦の神髄と愛し方を教えてくれたわ。この全てを終わらせるのは果たして誰なのだろうか。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。あれ、クイクちゃんか。よっ、お前も宴に参加しに来たのか。あ、違うの。お姉ちゃんがいつも使ってるお薬を届けに来ただけで、今ちょうど帰るところ。ごめんなさい。カチーナが無事に帰ってきたことは本当に嬉しいんだけど、お姉ちゃんと同じ空間にいるのはまだ気まずくって。まあ喧嘩したばっかだからしょうがないな。その気持ちオイラもわかるぞ。お姉ちゃんはちゃんと皆さんの役に立ってた？迷惑とかかけてないわよね。おお、すごく頼もしかったぞ。アビスのことに詳しくって、オイラたちにいろいろ教えてくれたぜ。なら良かった。それを聞けただけで十分。この前の感じからして、お前って思ったことをはっきり言うタイプかと思ったけど、どうしたんだ？なんだか遠慮してるように見えるけど。私も分かってるのよ。出発直前に喧嘩するなんてタイミング最悪だって。でもあれにはちゃんと理由があったの。お姉ちゃんってね、闘争の衝動に飲まれやすいの。いくら精神力が優れていても制御の効かなくなることがある。それにあの時あなたたちが何を相手にしようとしてるのかも私は知らなかったから。それってつまり。ちょっと不器用よね。でも確かに有効な方法なのよ。少なくともしばらくの間お姉ちゃんを冷静にさせることができるわ。とにかく無事に帰ってきてくれてよかった。それだけが私の望みだから本当に嬉しいわ。そこまでして背負う必要があるのか。ちゃんと話し合えば。ダメダメ、絶対お姉ちゃんには言わないでね。お姉ちゃんって愚痴を人に、特に家族には言わないタイプだから、もしお姉ちゃんに知られたら手助けするのがもっと難しくなるわ。うん、理解してくれてありがとう。まあそんなに心配する必要はないわ。どうにか方法を考えてお姉ちゃんの負担を私も背負うから。じゃあ先に失礼するわね。宴を楽しんで。あ、それともし何か不調を感じたらすぐ私に連絡してね。あ、言っちゃった。まさかあの喧嘩の裏にそんな理由があったなんて。
でも悪いのは全部アビスだけどな。あの大悪党め。最高の祝福と熱烈な拍手を部族の若き勇士カチーナへ。おお、よくやったわカチーナ。みんなありがとう。嬉しい。私もやっと活躍できたよ。カチーナはやるやつだって分かってたぜ。若くて将来有望で、きっとこれからも大活躍間違いなしだ。何言ってよ。お前が最初にチームを抜けたんだろ。この後帰ってからどうなるか分かってるな。いやあれは友達の誘いをどうしても断れなくてだな。俺も仕方なくチームを抜けたんだ。信じてくれ。初戦を楽して突破したかったからじゃないの。いやいや違うって。実はこの前外で怪我をした継承者にたまたま出くわしてさ、手当てしたんだよ。そしたらどうしてもお礼がしたいって言われてな。カチーナのチームだったら俺一人抜けても問題ないと思ったんだ。だがその結果、お前の後を追うようにチームメンバーたちは脱退を考えるようになった。カチーナごめん、本当にすまなかった。でも驚いたわ。君が予順者の戦争に出て最高の栄誉を勝ち取るなんて想像してなかったもの。あなたたちの方はどうだった？私たちのチームの隊長は試合の前夜に酔いつぶれて当日遅刻したの。だからそのまま資格を取り消されちゃってね。同情する余地もないな。あのバカルおじさん、そこまで言わなくても。ちょっといいかな。私からみんなに話したいことがあるんだ。こうして再びここに帰ってこれたのは友達のみんなと、そしてエンジン様のおかげ。本当にありがとう。旅人さんとその仲間のパイモンちゃんは二人とも凄腕で、もし帰化聖夜の巡礼に参加できたら間違いなく一味を争うレベルなんだ。そんな二人が私に学びの機会をくれるって約束してくれた。だから私はこれからもっともっと成長するはず。そして友達のモアラニちゃん、ジャスカお姉さん、キーニチお兄さん、イアンサお姉さんも旅人さんとパイモンちゃんと力を合わせて私を八神の国から連れ戻してくれた。そんなみんなも歓声を浴びるべき英雄だと思うんだ。だから拍手を旅人さんたちにも送ってくれないかな。お願い。よっしゃ。このお酒で英雄に乾杯。カチーナちゃん、英雄になる準備はできた？正直言うと、こんなにもてはやされる日が来るなんて思ってもなかったから実感が湧かないな。こうして英雄になったわけだし、次はチャンピオンの連覇を目指さないとな。もうからかわないでよ。悪いな、いろいろと知ってたのに何も教えてやれなかった。何事にも代償がある。英雄になったやつは往々にして初めから英雄を目指してたやつじゃない。目標に執着しすぎればかえってより大切なものを失う。だが今俺たちの知る情報は同じものになった。家屋の集いと名園の主にいる最後の英雄二人は果たしていつ現れるだろうな。
打ち上げじゃいつも歌ったりはしゃいだりするんだけど、今日はさすがに情報量が多すぎ、まだ消化しきれてないよ。お前らしくないな、そんなにテンションが低いなんて。それも君が冒険で培った経験則ってやつかな。そうそう、みんなカチーナのために祝ってるんだぜ。せっかくの機会なんだから楽しまないとだぞ。それもそうだね。カチーナちゃんってば本当嬉しそう。なのに今度は私が落ち込むなんて。ダメダメ、場を盛り上げないと。多くの代償を払うことになったけど、カチーナが無事に帰ってこれたし、よかったぞ。これから私たちが進む道はもっと険しいものになる。そのためにもトレーニングを重ねて体力をつけておいてくれ。パイモン、スペシャルレッスンはどうだ？遠慮しとくぞ。お前たちみたいな勇敢な旅人にはそうお目にかかれない。この酒で敬意を表そう。妹ならもう帰った。部族にまだ面倒を見る必要のある患者がいるそうだ。オイラたち、ここに来る途中であいつに会ったぞ。そのあいつ結構お前のことを心配してると思うぜ。ああ、少ししたら家に戻ってみるつもりだ。クイクや家族に気をつけるよう伝えるためにな。私の忠告を聞いてくれるといいんだが、アビスはもうお前たちがいることに気づいてる。冒険するときはくれぐれも用心を怠らないようにな。いろんなことを一気に経験して、まるで夢を見てるみたい。体調はもう大丈夫そうか？うん、平気。私、回復は早いって言ったでしょ？心配しなくても大丈夫。それに、あなたたちだって疲れてるんじゃない？今日はゆっくり休んで。元気じゃないと思いっきり遊べないよ。カチーナちゃん、一緒に来て。ちょっと恥ずかしいかも。今日の主役はカチーナちゃんでしょ。大丈夫だってば。ああ、よく来た。君たち二人のために特別にフルーツジュースを用意してある。ひひ、オイラたちの好みまで知ってるんだな。その顔、まだ聞きたいことがあるようだな。違うか？彼らには彼らの人生があるからだ。500年前の人々にナタが滅びるかもしれない。だから肉親や最愛の人を捨て、
時間の終点まで行けというのは酷なことだ。考えてみてくれ。この世の万物には終わりがある。だが我々は寿命に縛られているがために、時間という尺度を想像しがたい。例を挙げよう。太陽が数百万年後に燃え尽きてしまう。だから今からそれを救いに行こう。そのようなことを聞いても馬鹿げていると思うだろう。この責任を共に負うことを彼らに強いることはできない。加えてどの時代にも英雄は存在する。もちろんこの時代も例外ではない。故に彼らでなければならない理由もない。当然それは私にも当てはまる。だが私が立案した計画だ。最後まで責任を取るのが筋だろう。あ、思い出した。お前の部屋にあった絵、あれってまさか500年前の家族を描いたものだったのか。ああ、その通りだ。だからあの時妹がその後どうなったかを聞かれても曖昧な答えしか返せなかったのだ。参考となる資料は非常に限られていたからな。過去の断片をつなぎ合わせることでかろうじてあの子が建築家と芸術家になったことを知ることができた。かがり木の民の復興ではあの子が多くの建造物を設計して建てたらしい。無論今やそのどれもが跡形もなく消えてしまっているがな。だがそれでも立派なことだ。誇りに思っている。どうやら君たちは失うことに対して暗い感情を抱きやすいようだ。その点についてはとうに覚悟を決めている。これは戦争であり、戦争に別れはつきものだ。アビスに飲まれた人々に比べれば私は十分恵まれているだろう。私は神の名を背負っている。そしてこの肩には数えきれないほど多くの人の期待がのしかかっているのだ。故に運命の終点へとたどり着かなければならない。そこで待っているものが何であろうと。そうだな、この計画の結果ももう決まってるのかもしれない。ああ、分かっている。だがそれがどうしたという。時間がどのように存在するかの話は覚えているか。過去、現在、未来は同時に存在し、どれも等しく重要だ。未来で待ち受けているものが破滅であろうと、目の前の全てを救わなくてもいい理由にはならない。そして人間は運命を知ることができないからこそ常に全力で臨める。ここが正念場だ。我々にはまだ2人の英雄が足りていない。いや、正確には3人か。もう一人どうしても力を借りたい人物がいる。君のアビスへの耐性は実に印象深い。この戦いにおいて間違いなくキーマンとなる。うなずいてくれるのならば君の旅を最大限支援すると約束しよう。それだけではない、君のために新たな孤名も作る。孤名って作れるものだったのか。ああ、厳しい条件はあるがな。それに作れなければ受け継がれる孤名は減る一方だろ。孤名を持つようになればナタでの冒険が全て記録され、未来のナタ人も君たちのことを知るようになる。現在反魂の歌は効力を持たないが、これが君たちに対する命の保証だと思ってくれ。どんな代価を払おうと必ずこの約束は守る。八神の国から君たちを連れ戻した時のようにな。ナタでは英雄が冷遇されることなど決してない。そうだぞ、もう放っておけないからな。そうか、よかった。ならばこの後すぐ職人のシロネンに連絡する。ナタ人以外に孤名を作るのは前代未聞だが、彼女なら何とかしてくれると信じている。隊長様、偵察より報告がありました。エンジンは力の大部分を失っているようです。お怪我をされているとは思いますが、
今こそ神の心を奪う絶好の機会かと。勝負とはただ結果を追えばいいわけではない。そこにはルールが存在する。俺は相手の隙をつく真似など一度もしてこなかった。こたびの件も同じだ。お前こそまさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。どうだ、他に聞きたいことはあるだろうか。あの者たちに新たな動きがあったという情報はまだない。ただキーニチの調査によりあることが判明した。隊長側にはやはり名園の主の者がいるようだ。その者が誰かは徐々に絞られつつある。だが自ら進んで協力しているのか、あるいは何らかの脅迫を受けているのかは未だ不明だ。冒険の中でそのものに関する情報を手に入れたら教えてもらえると助かる。どうだ、他に聞きたいことはあるだろうか。アビスはテイワットにおいて最も厄介な脅威だ。はじめは皆失敗と苦痛の中から対抗する術を模索するしかなかった。君が他の国で目にしたであろう様々な対処法はいずれも受け継がれた経験と知恵からなる結晶だ。原理まで理解できるものはごく一部ではあるが、元素力を用いてアビスに対抗することもまさにそうだ。遥か昔からそれは我々の頼れる武器であった。なぜ元素力がそれを可能にするのか、その問いに答えられるのはエンジンよりももっと古い存在のみであろうな。どうだ、他に聞きたいことはあるだろうか。その件についてはアビスから受ける長期的な影響が原因となっている。ナタ人と大霊は互いに寄り添わなければ生きることができないのだ。しかしいくら大霊であってもその力には限界がある。そのためナタを離れた者に同等の加護を与えるのは難しいのだよ。記憶と感情に影響を及ぼしかねないからな。みなこの点を理解しているためナタを離れようとしない。もし離れざるを得ない事情がある場合、まずは族長を通じて大霊の認可を得るようにしている。ただしアビスに対抗する貴重な力を消耗するため、このような要求に対して大霊の判断は常に厳しいものだ。だが安心してほしい。遠方より訪れた客人にも大霊は等しく加護を与えてくれるからな。どうだ、他に聞きたいことはあるだろうか。